レート・ムリンソンこと、レイモンド・サミウェルト・ムリンソンは、アメリカ合衆国のプログラマ、ニューヨーク州アムステルダム生まれ。1963年にレンセラー工科大学で、電気工学の理学志望を取得。在学時は、IBM のインターンシップに参加した。ルパイ卒業後もマサチューセッツ工科大学に入学し、電気工学の研究を続け、1965年に、 電気工学の修士号を取得した。MIT では音声通信グループに在籍し、修士論文の主題として、アナログデジタル複合型音声合成装置を開発した。1967年にボルト・ベレネク・アンド・ニューマンへ入社し、アーペネットネットワークコントロールプロトコルやテルネット実装を含むテネックスオペレーティングシステムの開発に助力した。九百七十年代、 トムリンソンはアーペネットを介してファイルを転送するプログラム CPY ネットを開発した。後にタイムシェアリングシステムの他のユーザーにメッセージを送るプログラム SNDMSG を TenX で動作するよう修正する仕事を頼まれ、トムリンソンは SNDMSG に CPY ネットのコードを組み込み、他のコンピュータのユーザーにメッセージを送ることを可能にした。 1971年後半、アーペネットに接続された、並んで置かれた2台のコンピュータ間で、電子メールを送信した。最初に送られたメッセージの内容は特に考えたものではなく、クワーキアップのような意味のない文字の羅列であったという。またトムリンソンは、後にメールアドレスで、ローカル部とドメイン部を区切る記号として使われることになる、アットマークをユーザーが、 ローカルマシン上ではなく、他のホスト上にいることを示す記号として、初めて使用した。しかし、トムリンソン自身は初めこれを大したこととは考えず、同僚、ジェリー・バーチフィールはトムリンソンにこの電子メールシステムを紹介された際、我々が取り組むべきことではないから公害しないでくれと言われたと語っている。2016年3月5日に死去。74歳没。 ありがとうございます。